創世橋は、札幌市の創世側に架かる橋。札幌都心部の区画は創世橋が、東西南北の起点である。これは開拓市による札幌本府建設に伴い、開拓方眼、島吉武が橋の東の田元から南北に、東創世通、東西に都道通を設けて、五番の目上に区画したことによる。そのため、橋に隣接して、 札幌開拓の外も言われる、大友亀太郎像や札幌建設の地域が設置されている。石造りのアーチ橋は、日本橋中なんで、札幌の日本橋と呼ばれることがある。2010年には、土木学会専用土木遺産に選定された。1866年、現在の東区にお手作場を設置する際、ばくの大友亀太郎が用水路を掘削した。 1869年に川辺に開拓士官舎が設けられたのに伴い、開拓方丸、島吉武が丸太を並べて、板を敷いただけの橋を築いた。1871年、上流にある、吉田茂八が開作に従事した吉田堀などの、改修と共にかけられた本格的な目標を、開墾係の、姿勢橋という案を参考に開拓方丸、岩村道都が、 創世京と名付け、親柱には、変態が名で、スケウ聖派のと記号された。岩村邦願が1873年に面会となり、札幌を離れる際に次の死を伏している。誰なり会企業中馬創世京去年、狐と靴がくめ、人縁尿、誰ぞや企業を開くは、馬を、中無創世京、去年狐との岩や目を上げれば、人縁尿かなりなお、 創生側の名は1874年創生橋にちなんで名付けられた。開拓市設置当初の仮庁舎、仮本陣官邸、病院、倉庫などの公共建築物は、この橋の約一丁北から北方に創生川を挟んで建設され、逆に商店、民家などの民間の建築物はその南方に建てられ、創生橋を中心として札幌で、 最初の都心地域が形成された。1910年にはアーチ型で橋の欄干に、ギボシのついた石橋が架けられた。ギボシは、北海道神宮から東宮へ向かう、西の表参道を意識して取り付けられた。1918年から1973年までは、札幌市電が橋を渡っていた。1974年には紛失したギボシが、復元された。 1978年に、高欄の補修工事を行い、一部の石を補強した。また、橋の両側に歩行者用の桁橋が架けられた。2002年度からの、創生川アンダーパス連続化事業により一時的に解体されたが、2010年に復元されて、車道と歩道が一体的に整備された。創生川沿いは、創生川公園として整備されており、 札幌で最も歴史のある商店街、札幌一番街にも隣接している。また、創生川東地区では再開発事業が進行している。ありがとうございます。